バッカ王国さんっていうのがなんかできた、期間限定でできたということで今日やってきました。感じで、あの夏といえばというカブトムシと触れ合える場所でございます。サンプラリーやってるということでちょっとね、行ってみて押してみてということで、で抽選の特典があるということです。夏休みということで結構家族連れが多いです。この中にあのカブトムシ、クワガタ、サナギがいるということで、幼虫か、幼虫がいるということで今掘ってます。でっか、昔ね、よく、カブトムシとね、出会うことがよくあったんですけど、もう大きくなったらね、もうほとんどカブトムシ、映像とかでは見るんですけど、実際に触って見るっていうのはないので、なんか本当に貴重な体験、いつの間にかもう、結構真剣にね、見入っちゃうというか、幼虫があんなにでかいんだと、ちょっとびっくりしましたけど。続いてはスタンプラリーということで、このエリア近くにあと2つあるということで行ってみようかなと思います。こちら陸エビ商店さん、住んでくださいということで、
で吉備中央町の方にも行かせてもらったんですけど、はい、こちらはまた触れ合いとは違う形になるんですかね。触れ合えることもできます。ただクワガタはちょっと危ないので私と一緒に触るような形になってます。今はヘラクレスオオカブトが、まあ、この中の映像を撮った写真なんですけど、こんな形で触れ合えたり写真が撮れたりとか、中央町はカブトムシがメインだったと思うんですけど、こっちはクワガタがメイン、カブトムシも何種類かいるんですけど、クワガタがメインで世界の、いろんなクワガタたちが見れるような施設になってます。あとちょっと言っていただければこういう感じで出せるので、大クワガタ、はい、結構いい値段のあれなんですか。もしこれそうですね、大きいものは何十万とか、あ何百万とか、あとこれが漢字で書くと深い山って書いて深山クワガタなんですけど、やっぱ山奥にいる、まあ、要するに標高が高いところにいるクワガタなんですけど、やっぱりもうだんだん暑くなってきてしまって、やっぱおじいちゃんとかお孫さんとか連れて今来てくれますけど、こんなの昔いっぱいいたんだなって言って、ですよ、ね、お孫さんが嘘だとおじいちゃんとなんかこう言ってるやり取りがあるんですけど確かに私がちっちゃい時もミヤマクワガタって結構いたんですよ、はい、だけど今ちょっとこの前虫取り行きましたけど全然いなくて、あ、はい、おでかっ、最高というか日本にはいないですよね。いないですね。スマトラゾウ、スマトラ大平田っていう、これが世界最大 のクワガタって言われているギラファノコギリクワガタって言うんですけど、図鑑では多分、まあ、結構有名なクワガタで、結構虫好きな人とか、まあ、あと虫キング世代の親世代というか、もう結構皆さんこう諦めなって言って見てくれるんですけど、多分図鑑ではここまでしか多分見れないんですよね。ここではちゃんとこの裏側とか、これぜひ来てみていただきたいんですけど、裏側ってこうなってるんだとか、図鑑で見れない部分とか、横のフォルムとか、あと触覚ってこんな動くんだとか、はい、こういうなんかこうリアルをちょっと楽しんでいただける確かに意外と慣れですよね、はい、写真ばっかりでどうなってんだろうっていう、これが虹色クワガタっていう、これもまた有名なクワガタなんですけど、なんかその形がちょっと一瞬遠くから見たらカブトムシかなって見たんですけど、おお、なんかすごいですね、はい、ぐわーってなんか手のような、そうですね、これがちょっとおすすめのクワガタなんですけど、まずこの角の造形がこれちょっともう上から見た感じもかっこいいですし、ね、横から見た感じ、8月25日までやってます。でそれが終わったら あちらの吉備中央町の方に行かれる、はい、私も行きます、はい、そこでも解説してくれるんですか。もちろん可能な限りというか、はい、自分が知っていることであれば、はい、解説させていただきます。わかりました。じゃあ、はい、今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。なんか最後に一言あれば何かお願いします。はい、笠岡に来て、このヘラクレスオオカブトとかお世界の、まあ、大きいクワガタたちに触ることができます。でこういうのが怖いって方も色のついた綺麗なキラキラしたクワガタとかいっぱい約25種類ほど常に展示してますので、ぜひ夏休みの思い出として来てみてください。お願いします。